が強い。うわあ、早く来てくれーゴリラー。笑ったらもう突撃だー。おらー、いやー、早く悔やかれー。もうダメだー。あれかい、兄ちゃん。あー、そうだ、おとといよ。わあ、すごい、本当にブロッコリーの化け物だね。おい、ラッシー、お待たせ、助けに来たぞ。おお、遅えよクソゴリラ、もうすぐで死ぬとこだったぞ。いやー、ごめんごめん、弟のトイレが長くてさ、あ、昨日水あんまり飲まなかったからちょっと買ったかったんだよね。ごめんごめん。そんなこと言ってる場合か。よし、これで100人力だ。お前たち、あいつを倒すぞ。あ、ケン君なら任せてくれ。さあ、バトルが始まったぞ。ハンキー・ジェイク、弟の兄兄弟は強いのか。さあ、突撃していった。おっと、これは力技で倒していく。あ、これはもしかしたら押し倒せるかもしれませんね。外に出してしまうという技もあります。おっと、ここで弟がやられてしまった。大丈夫なのか、これは。やばいんじゃないのか。さあ、兄の方頑張って戦っていますが、これは、あー、やられているじゃねえか。しかし、なんとかラッシーさんが倒しました。やった。おい、大丈夫か、ラッシー。おーめちゃめちゃ残ってるぞ。ふう、強かったな、弟よ。あー、そうだね、兄ちゃん。でも、倒せてよかったよね。俺たち兄弟にかけるはどんな奴も怖いものなしさ。じゃねえよ、お前たち思いっきり負けてたじゃねえか。俺が倒したんだよ、最後。まったく、何が喧嘩が強いだよ。そうでもねえじゃねえか。まあまあ、そんなに怒んだよ、ラッシー。それより、俺たちに依頼をしたのは、本当はあいつと戦うためじゃなくて工事をしたかったんだろ。現場はどこにあるんだ。化け物が出てきてすっかり忘れてたぜ。よし、それじゃあお前たち本業の方は大丈夫なんだろうな。もちろんさ、コーチのことなら俺たちに任せてくれよ。おい、本当に大丈夫なのかよ。頼むぞ。任せておけって。いでてて、いやー、ひどい目にあったね。あー、本当さ、フラッフィーパンツ君がいなかったらもう死んでたかもしれないよ。私も含めて二人とも危ないところだったぞ。それよりラッシー君は大丈夫なのかな。ああ見えて悪夢はかなり強いからねって。あ、あれはラッシー君じゃないか。ああ、バンバン帰ってきたぞ。いや、えらい目にあったぜ。ラッシー君無事だったのかい。本当によかったよ。それでその後ろの二人はもしかして。いや、君が連絡をくれたバンバン君だね。僕たちはハンキー・ジェイク兄弟、僕が兄、そして僕が弟、二人合わせてハンキー・ジェイクさん。工事のことなら僕らに任せてくれ。おお、さすがらしい君だ。あのブロッコリーの化け物を倒してさらに工事の人を連れてきてくれるとは。いや、本当に見直したよ、らしい君、ありがとう。ははは、まあそれほどでもあるかな。それより早速工事に取り掛かってもらうのか。ああ、そうだね、ハンキー・ジェイク君たち、ぜひお願いするよ。ああ、任しといてくれ。どんな風に改造したらいいんだ。ああ、それはね、今このラボはちっちゃすぎてこの二人が入れないんだ。だからこの二人も中に入って一緒にお話ができるような大きいラボに改造してくれると嬉しいな。ああ、分かったよ、俺たちに任してくれ。それじゃあ早速取り掛かろうぜ、兄貴。ああ、そうだな、弟よ。カゴ、おお、これが新しいラブかって、ドアでけー。そうだな、でもコーチ君が入るためにはこれぐらいのドアが必要だったんだよ。おい、これ回収したっていうか、ただ巨大にしただけじゃねえか。外から見たらそんな感じだろ。でも中に入ったらびっくりするよ。この建物の改修に合わせて僕も一つ作ってみたんだ。あ、そうなのか。よし、じゃあ早速みんなで中に入ってみよう。大丈夫かな、コーチ入れんのかな。あー、ドア壊してんじゃん。どうだい、らしくなかなかのもんだろ。あー、そうだな、確かにこれだけの生物が収容できればかなりのものだ。コーチとフラッフィーパンツが入っても全然余裕だしな。この二人も入れるわけだし。そうだろ、なかなかいいラボに仕上がったよ。ありがとう、ハンキー・ジェイク君たち。いやいや、当然のことをしたまでさ。どういたしまして。じゃあ僕たちはお家に帰るから、また何かあったら呼んでくれよな。じゃあな。あ、
一番やがった。突然現れて突然去ってくれ、あいつらは。それより博士、このラボの改造に合わせて何か作ったって言ってなかったか。ああそうなんだよ、ラッシー君、あれを見てくれ。え、あれって、おー、これは今まで3体合体しかできなかった合体装置を5体合体まで対応できるように改造したのさ。すげえじゃねえか。これで強力なユニットを作り放題だな。ここのところ巨大なブロッコリーが出てきたり物騒だからね。これで僕たちも安心さ。と深淵では、また失敗したではないか。申し訳ございません。ザルフィア様、何が強力なユニットだ。だからブロッコリーなどでは強いものができると言ったではないか。ひょ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 、まあまあザルフィア様、そう怒らないでも。これが怒らずにいられるか。私はダメだと言うただろうが。あらザルフィア様、そんなことはありませんわ。一度は倒したんですもの。ただ、あのハンキー・ジェイクとかいうゴリラが急に現れたのが敗因ですわ。そうか。そうでございますとも。あの裏切り者のゴージ・ピクルスとフラッフィー・パンツは倒したんですぜ、ゾルフィア様。つまり、あの急に現れたゴリラどものせいであって、このブロッコリーはなかなか悪くなかったというわけか。さようなかなか悪くない仕事をしたんでございますよ、グゾルフィアス様。そうだな。まあ今回はよしとしよう。バカと言うと思ったか、このたわけどもが。申し訳ございません。かくなる上はお前たちを皆殺しに。ハッハッな何やつ相変わらずの無能っぽいだな、ゾルフィアス。ぬ、貴様はジェスター。ああ、その通り、ジェスター様だ。何やらゴミみたいな生物を作って遊んでるらしいな。ゴミではないわ。それなりに強いのだぞ。なんなら貴様に消しかけてやってもいいのだぞ。このブロッコリーと亀とカメレオンだと？いいだろう。俺が力試しをしてやる。そしてお前の無能さを証明してやるわ。ねえ、あのね、サイレントスティーブ、ピックスだ。その2匹をジェスターに消しかけろ。よろしいのでございますか、ゾルフィアス様。かまわんよ、かかってくるがよい。突然現れたジェスター、果たしてジェスターはゾルフィアスの敵なのか味方なのか、どうなってしまうのか。